自然素材を使った空咳の治療。痰を伴わない咳を間性咳、空咳と言い、痰を伴う咳を湿性咳と言います。空咳への応急処置として、喉の通りを良くするいくつかの自然療法があります。咳は夜間に出ることが多く、空咳が続くと、近くで寝ている人を含め、寝つけない原因となってしまいます。ニンニク。ニンニクは、空咳には最高の自然素材です。抗菌作用に加え、呼吸器関係を含む全身の疾患に役に立ちます。気管支の障害を取り除くにはとても効果的です。ニンニクを使ったホームメイド咳とどめ。はじめにニンニク10かけを潰してオリーブオイルに漬け一晩置きます。翌日、液体のみを取り出し、蓋付きの容器に入れます。1日大さじ1を空腹時に取ります。3、4日で効果が現れてくるのを感じるでしょう。ユーカリとレモン。蒸気またはスチームは気管支の障害を取り除き、咳を和らげるのに優れた療法の一つです。スチーム牛乳の作り方は、鍋に1リットルのお湯を入れ、ユーカリとレモンの葉を入れます。レモンの葉の代わりにレモン4ケラ5個の絞り汁を使うこともできます。材料を入れ終えた後、沸騰し始めたら出来上がりです。火を弱めて、やけどをしないように注意しながらスチームの上に頭を固定し、スチームが逃げないようにタオルで覆います。タオルがスチームの吸入を助け、気管支の障害を取り除き、咳を止めてくれるでしょう。ホームメイドの咳とどめシロップ。材料。蓋付きの瓶。レモン1個輪切り、蜂蜜、生姜、輪切り。お湯。作り方。輪切りにしたレモンと生姜、蜂蜜を瓶に入れます。蓋をしてそのままゼリー状のようになるまで冷蔵庫で冷やします。大さじ1に対してカップ1のお湯を注いで飲みます。冷蔵庫でそのまま2ケラ3ヶ月保存できます。その他の咳とどめ。1日に2ケラ3回、温かいキャロットジュースを飲む。玉ねぎ3玉を切り、鍋で2時間煮て火を止め冷まします。出来上がったシャシルが咳とどめになるので、これを3時間おきに大さじ2飲みます。鍋に1カップの水と大さじ1の甘煮シードを入れて5分間煮ます。火を止めたらレモンの絞り汁と蜂蜜を適量加え飲みます。1日に3回飲むといいでしょう。大根をすりおろし、そこへ大さじ5の蜂蜜を加えます。4時間ほど寝かせたら出来上がりです。少量を1日に4ケラ5回飲みます。アニス、アニシードを煎じたものを1日3回飲みます。作り方は、潰したアニスをカップ1の熱湯に入れ、蓋をして5ケラ6分煮ます。
ザルでアニスをこして温かいうちに飲みます。アドバイス。常温の飲み物をたくさん飲みましょう。冷たい飲み物は飲まないようにしましょう。一週間ほど経っても咳が回復しない場合は、医師に相談しましょう。合併症を避けるためにも、症状をギリギリまで放っておくのは止めましょう。発熱や胸の痛み、息苦しさを伴う咳は、すぐに医師に相談をしましょう。